グレゴリー・オーエンゾーンは MLB の元保守ウト。リョーダ。カリフォルニア州グレンデール出身。発音指示によると名字は、ザンと読む。おじは1983年のワールドシリーズで MVP に輝いたリック・デンプシー。1995年6月24日にボルチモア・オリオールズでメジャーデビュー。デビューイヤーには、 まずまずの成績を残したが、性保守にはなれずに、その後は球団を転々とする日々が続いた。しかし、2004年にブルージェイズへ移籍してからは、性保守の座を手に入れた。2006年は、前年オフに FA 移籍で加入したベンジー・モリーナにレギュラーを奪われ、控え保守へと逆戻りしてしまった。マスクをかぶったのは72試合と少なかったものの、 自己最多の12本塁打を放つ。しかし、シーズン終了後、モリーナはわずか1年で、再び移籍。同年オフに2年725万ドルで、ブルージェイズと再契約。ちなみに、この契約は、出場時合数に応じて更新される2009年のオプション付きとなっている。2007年は、前年オフに、FA となっていたロッドバラハスと2年600万ドルで、 契約に一度は合意したものの、破棄してしまったため、再び正補手を務めることになった。2009年1月22日、フルスのボルチモアオリオールズと1年契約。8月7日に、ウェーバー工事後にタンパベレーズに移籍。同12月4日、ミルウォーキーブルワーズと契約。2011年3月6日、現役引退を表明。引退後は、 カナダのスポーツ局スポーツネットで野球解説者を務めていたが2017年11月30日に同局の女性スタッフに不適切な行為発言をしたとして解雇処分となった。選球眼が優れていた。2006年に相手投手がゾーンの1打席あたりに投げた球数は4.20という数字だった。守備面ではリード面での評価は良い方だが、方が それほど強くなかった。保守以外にも一類種、二類種としてのプレイ経験がある。ありがとうございます。